はい、まず本日の新規感染者数については156人、直近7日間平均で約120名、前週比 1.09 と微増の状況であります。新規感染者数は6月23日から28日まで6日連続で100人を上回ったほか、前の週を上回る日も多い状況であります。さらに印旛地域、特に成田市の新規感染者数が増加傾向にあります。変異株についてですけれども、本県においても感染力が強いといわれるデルタ株が確認されており、スクリーニング検査においてデルタ株を含む L452R 変異株、これについて6月の初めには確認されていなかったものが、直近の速報値では1割を超え、危機感を強めております。ワクチン接種が進んでおり、特に高齢者については昨日時点で1回目接種終了者が約 60%、 2回目接種終了者が約 25% となっておりますので、感染者数にがそれぞれの病床に与えるダメージというかですね、負担というのは徐々に軽減をされていると考えられます。しかしながら病床稼働率、昨日時点 28.4%、 まだ低い状況でありますけれども、全体としては増加傾向にあります。また印旛地域の感染拡大に伴い、同地域の病床稼働率が急激に上昇しているほか、先日まん延防止等重点措置区域とした市原地域、君津地域の病床稼働率は依然として高いままであるなど、予断を許さない状況であります。本県におけるまん延防止等重点措置については7月11日が期限でありますけれども、6月18日の対策本部会議において2週間後を目途に措置区域の見直しの検討を行うことにしておりました。まん延防止等重点措置は地域の感染状況に応じて区域を機動的に見直すこと、これがこの制度の肝であります。感染状況等のモニタリングを踏まえ、成田市について新たに追加することにいたしました。成田市は人口10万人あたりの1週間あたりの新規感染者数が急激に増加をしており、29日時点では県内市町村別で最も多く46人でありました。ここ2週間の推移を見ても継続して増加をしている状況であります。また感染経路不明率が高く、1週間平均で5割から8割というのが感染経路不明率という状況です。インバ医療圏の病床稼働率が急激に高まっている成田市は、新規感染者数の実際の人数も多く、病床稼働率への影響が大きい、こういうことが背景にあります。現行の区域である獣医師については適用を継続いたします。6月21日から措置区域に追加した市原市、君津医療圏の4市については先週より減少してはおりますが、いまだに高い水準にあります。その他の市はほぼ横ばい、または微増傾向であり、前倒しで解除できる状態ではないと判断をしております。区域を見直しをした結果、まん延防止等重点措置を講じるべき区域は新たに成田市を加え、千葉県では12市となります。成田市への適用の時期については感染状況を踏まえて早期の対応が必要であることから、7月2日からといたします。これに伴って成田市内の飲食店については営業時間がさらに短縮となるとともに、酒類を提供する場合は1グループ2名まで、入店から退店まで90分以内となります。また大規模施設、テナントなどについても営業時間がさらに短縮となり、要請に協力いただいた施設の皆様には新たに協力金が支給をされることになります。これら営業時間短縮等をお願いする飲食店や大規模施設等の皆様には、周知期間が短いことから、7月2日から要請にご協力いただけない場合でも、7月7日までに時間短縮等に協力いただければ、その日から協力金を受給できるようにいたします。措置内容については変更はありません。県民の皆様方に対するメッセージでありますけれども、今回、成田市を追加することとなりましたが、その前に追加をした市原市や君津市などでも、要請に応じていただけずに、遅くまで酒類を提供していた飲食店で感染が拡大をし、そこからさらに家族などへ感染が広がったことが一因で、市内の感染者数が増加をしていると思われます。それがまん延防止等重点措置区域の追加指定の要因となったわけであります。まん延防止等重点措置を実施する区域だけが危険というわけではありません。その他の区域においても、
飲食店の営業時間は21時まで、酒類の提供は20時までとすることを要請をしております。重点措置区域はもとより、その他の区域にあっても、事業者の皆様には重点措置区域にならない、広がらないためにも、県からの要請の遵守にご協力をお願いいたします。そして何といっても利用する県民の皆様方に対してであります。飲食店の営業時間、先ほど申し上げたとおり、措置区域20時まで、その他の区域では21時までと要請をしておりますので、その時間以降は利用しないでいただきたいと思います。遵守しているお店を利用いただくことで、感染の拡大を全員で防いでいく、それがこの特別措置法の重要なポイントでありますので、ぜひ一人一人がそうした役割になっております。大きな感染拡大がなかった地域であっても、感染の急拡大がこのように起きております。お住まいの地域で感染を急拡大させないために、ぜひご協力をお願いをいたします。また最近でも、ホームパーティーで多数の方が感染した事例があります。これも繰り返し申し上げておりますが、飲食店にリスクがあるわけではなく、3密の環境の中で飲食をすることによって感染が拡大をしていくということでありますので、お酒を飲みながらの多人数長時間の飲食は厳に控えていただきたいと思います。県内全域で飲食は少人数でというお願いは継続をされております。同居家族以外ではお酒を飲まない場合でも、多人数での会食は控えるようにお願いをいたします。現在の感染状況は、新規感染者数が120名程度で、やや増加傾向に入ってきております。これ以上感染を拡大させないために、一人一人の感染防止対策を改めてお願いをいたします。ワクチン接種は進んでおりますが、接種により発症は防げても、他人への感染をどの程度予防できるかは現時点で日本社会においては分かっておりません。私たち一人一人の行動、自分の命、大切な人の命を守り、そして何より社会的制約を少しでも抑えて、社会経済活動を維持していくためにも重要であります。引き続きの感染対策へのご協力をお願いをいたします。私からは以上です。